こんにちは。はい、こんにちは。はい、なんかですね、児玉さんプレゼントもらったんでしょ。はい、視聴者さんからプレゼントいただきました。はい、僕の乗ってるバイク CB7-F ですね。はい、あれのガチャガチャ、まあ、これなんかツイッターとかでみんな、ね、CB7 に乗ってる人が手に入れましたみたいなツイートしてたんで、はい、どっかないかなと思ったんですけど、これで、はい、はい、なんかここまではできてるみたいね。結構できてるね。できてるね。結構できてるよ。で、まあね、こういう細かいパーツがプラモデルなんですこちらね、うん、でプラモデルをね、またね、してほしいっていうのもね、ちょいちょい来ます。ツイッターやらコメントでも、うん、YouTube の。なので、手始めに、この簡単なやつでね、ちょっと、育成していこうかなと。児玉さんとか、金門ですね。俺はね、正直ね。キムとはしたもんね。あの、俺も車のプラモとかもね。あれ、引退した。引退した。バイクのプラモはね、はい、作ったことないかな。買ったことはあるけど、組み立てずに、そのまままた組みました。あるね、うん、でもちっこいけんね。めっちゃ細いのとか入っとるね。で、まあこれをですね、今回手始めに作りたいなと思ってね、児玉さんがいっぱい持ってたんで、うん、で、あのままだともう二度とこいつが組み上がることはないだろうと。いや、そんなことない。ただ組み上げるだけぐらいはするよ。色とかは塗らんけど、うん、今回でもこれ色は塗らんでいいんじゃないですか。あ、そうなんだ。貼って、はい、うんうん、娘にプレゼントもう一瞬で壊れるよね。じゃあ、とりあえず2台色違い作ってきますか。はいはい、うん、はい。これなんかガチャガチャ、元はガチャガチャ、これに入ってるってことはガチャガチャです。500円するそうです。ガチャガチャでも500円、1500円のガチャガチャとかあるよ。500円で、うん、500円玉3枚入れて、そう、500円玉がドラゴンボールの光るフィギュアみたいな。光るフィギュア、へえ、うん、でもね、こうやって見たら、まあ、自分がよく作るプラモデル、うん、まあ、一般的な12分の1のプラモデルとね、比較してもね、結構精度がいいですよ。はい、で、タイヤはちゃんと TT100 っぽいのを履いてるんですね。まあね、金型の技術はね、日本がね、世界一だったからね。だった、全部職人さん、職人さん職人さんが行っちゃったのよ。で、こういう部分かな、このステッププレートだったり、うん、ね、このチェーンとかいろんなところの各所が塗装されてないですね。本来は銀色、うん、なんですけど、今回はそういうところ省こうかなと思います。はい、まあ、そのまま素組ってやつですかね。素組みほらっていうのをやっていきたいと思います。あ、これじゃあやりましょう。接着剤がいります。いります。いると、いる、接着剤、用途系接着剤をしてそのものだ。はい、やります。で、シールは水につけてやるやつ、うん、はい、ね、まあ、デカールってやつかな、うん、これな、説明書これだけ、それだけみたいね。もずくね。じゃあ、まあね、プラモデルといえば、まあこういう感じでなってるんですよ。で、これから切り出していきます。ですけど、あの、切っちゃいけないところを切らないように注意しましょう。注意し、でね、発売にしてこれか、まあ、そうそう。で、刺すやね、サスペンション。あの、刺さないプラモデルのね、スペンション、このつながり部分、この枠から。で、切るときはなるべく手前から切って、ギリギリ攻めて切らないように。で、手前から切って、あとはヤスリでしっかり切るっていうのが、しっかり切るっていうかね、余りを研ぐっていうのが、まあ本来です。こちら、メーターのシールが入ってますので、どれ見して、これ、これがメーター。うわー、細かいねー。なんでですね、あ、でもシールがちょっと雑かな。もうプラモ職人、こうね、今こう使う部分、使う部分切って水につけるのがいいでしょ。はい、はい、もう貼るの。とりあえずメーターとかは貼っとこうかなという感じです。ちっちゃいね。ちっちゃい、ね、細かさ。夜、うこう水で濡らしたらスッてこう動くようになるんで。あ、するってね。そうそう。結構坂向け。うん。ひどいよ。特にね、こうプラモとか最近作っての、そうそう、シンナー触ったりするとね、もう坂向けがね、だいぶなる、ね。
若いね。意外にこれ先手いかんことが多いね。こんなところに接着剤をつけて500円。でも考えてみたらね、プラモデルも、ガンダムのプラモデルとか300円からやったけんね、あの、これはグンダムや、グンダムの安いやつは。あとね、これのすごいところはね、このちょっとゴムっぽい感じでシートがついてるのがちょっとおおって思った。ゴムやったね。ママさん、なんかできときよるやん。いや、もう手がつけた、マフラーはつけた。一番最初になんかマフラーって感じだったね。あ、外れとる、外れとる、うん、他のところをつけようとしたらマフラーが外れて、あるあるやね。何やったっけ、ここ、あ、なんでこれ、もうこんなんとかつけんでいいやろこれ、まあ本当は銀色やろうけど、これピンセットがいるね、この小ささ。確かに俺の普通のやつもね、ピンセットあった方がやりやすいですね。まあ、ちょっとバイクらしくなってきたんじゃないでしょうか。はい、徳ちゃんもう指定じゃないとこか作りよるね。そうです、これがあの俺のポリシー、ま、書いてあるもん、それじゃ組み上がりませんので注意してくださいって。ああ、確かに、ちょっとかっちょいいね、ダムさんのバイクだ。じゃあこの生ゴムみたいなのをはめます。生ゴム、生ゴムシート、シート、ゴムシート。あー、シート出るの、それならくっつけるんですか、引っかかる、なんかこの穴にスポッてはめるだけみたいね。あっちをつければこっちが取れる。はい、タンクのシール出来上がり。ブーム。お、なんかホンダと書いてありますね。ピントか、ピントかどっか行った。で、今日は、あ、おー出した、おー出した、一生懸命つけようと、徳ちゃんの膝切りでパーツが飛んでいった。廃車、廃車やね、これ事故や、事故これ、はまるタンク山田さん、フラーマーはなんつった、フラーマー、フラーマー、フラーマーはですね、はまるんじゃないです、はめるんです。はまない、男と一緒。ああ、はまった、今やった、はまった。よいしょ、細かすぎるわこれ。お、まだまだちょっと見せて、ちょっとちょっと、おお、ここまで来ましたか。来ましたよ、ついに。ほんとだ、ホイールがなんか違和感がある、児玉さんのずっと見える。見せて、見せて、見せて、ほら、どう、成功にできてると思います。うん、この小さい の割にはできて、見て、見て、見て見せる気ないやね、見て、見て、もう見て、見て、見て、くそげ児玉さん、これタンク入った、切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 ってねえよ、さっきから俺がずっと言ってて、徳ちゃんが、児玉さん、プラモはハマるもんじゃない、ハメるんや、いやそこやわ、言うてた、言うたね、確かにそんなことそうやろ、そういけんさ、なんからしいこと言ったけど、小田原さん、来た来てねえわ、タバコ吸うか、うん、そうやね、一回休憩します、休憩しよう。今分かって言った、今言った、やったぞ、やったぞ、潰し寄っちゃうとか言いながらパチンって言った、休憩すると聞こえた瞬間に俺も切ったわ、ねね、パチンって言ったよ。よし、ドンピシャ、ウインカーどうする、これシール貼る、フロのまま行く、シールがあるの、シールあるけど、なんかね、もうやから、ウインカーもシールもシール貼らんどく、せっかくつけたところがどんどん外れていきよるやん、これあらめか、もうちょっと、ここをね、ウインカーをつけるやろ、ちょっと見て、見せて、ウインカーのところ見える、これ見えんね、ちょっとこっち向けて、はい、見えんかってこいね、ウインカーをつけて、しようとすると今度こっちが外れて、ここがほら外れて、パカッと、その外れた隙にこれをはめようとすると今度はウインカーがポロッと落ちていくというね、イライラ棒状態になってるんですよ、ほらこれはどう、徳ちゃん、ん、
中級者向きぐらい。いや、昇進者向きやね。初心者でも。うん、かなり。子供だとちょっとパーツがやっぱちっちゃい分楽かなって。中学生ぐらいかな。うん、そうやね。上級。15歳以上って書いてある。器用な小学生やったら全然作ると思う。はい、こんな感じ。色塗ったりとか、あとウインカーのシールはね、ちょっと妥協して貼らなかったんですけど、こんな感じで完成しました。はい、はい、CB750F で、ミラーもね、ちょっとね、片ミラーにしてね、ちょっと悪ぶってみた。はい、完成。完成。はい、こちら完成。完成しよう、これもこれで。バカ。で、児玉さんのはもうあんな感じで大破してます。事故あったね。よし、完成。バカ。それバリバリ伝説からですかね、これ。うん、駒軍。うん、そうだね。軍、軍から。ポイってしたし。シートポイってしたね、今。ん、はいはい、はい、それでは完成しました。できましたよ。できました。こちらと、から、あら、あ、事故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 。よし、はい、ですね。はい、これが徳島くんの CB750F。 こっちが、CB750 会社前と。いや、でも楽しかったですね。そんな感じでちっこいけど、あとちょっと難しかったですね。難しい、これ。指がね、そんな小さくて、ピンセットで全部やりたい。そうですね。まあまあ、皆さんもプラモデルやってみてはいかがでしょうか。あとね、まあひょっとしたら動画でまたプラモデルがあるかもしれません。その時は楽しく見てくださいね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。くださった方もありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。